契約神学は、聖書の記述全体を神学概念の一つである、契約の概念によって把握し、説明しようとするキリスト教神学の立場である。主に長老派や改革派の教会で支持され、聖書的契約、ビブリカルコベナントの見解と対照的な立場を取る。契約神学は、全歴史を通じ高みと人間の交流。 すなわち創造、堕落、救済、終末を、贖がないの契約、行いの契約、恵みの契約と呼ばれる三種の契約の枠組みで捉える。これらの契約は聖書に直接記述されたものではなく、解釈を通じて了解されることから、神学的契約と呼ばれ、その立場は、契約神学と呼ばれる。契約神学は、改革派教会の伝統的思想体系において、 聖書の記述が従う構造とみなされ、競技場の一節あるいは中心的競技とは別種のものとなっている。契約進学の聖書解釈の枠組みは、旧約聖書に記述されたイスラエルについての契約と、キリストを通じた新しい契約との関係について、ディスペンセーション主義と対照的な立場を取る。現代的な ユダヤ教徒の進学的立場を考慮した場合、契約進学はしばしば優越的痴漢主義あるいは痴漢進学と批判的に呼称される。これは契約進学の教義が神がユダヤ人に対する契約を破棄し、地上の先民として代わりにキリスト教徒を選択したという解釈であるとみなされるためである。これに対し契約進学の立場を取る者は神は ユダヤ人への契約を破棄したわけではなく、旧聖主ナザレのイエスの人物と業績がこれを完遂するものであるとする。すなわち、イエスはイスラエルと有機的に連携した形で教会の端緒を開いており、別個のものとして置換したものではないとする。契約進学はプロテスタント進学の主要な特徴の一つであり、カルバン主義の進学を支持する改革派。 長老派などの教会に顕著である。また、メソジスト教会の一部及びバプテスト教会の一部にも形式を変えたものが認められる。神は最初の人、アダムを代表者として人類と行いの契約を結ばれた。エデンの園におけるアダムは安定した永遠の命を持っていたのでなく、善行によって永遠の命を獲得すべきものとされていた。堕落した人を救うために、 父と巫子の間に立てられた契約を、アガナいの契約という。この契約において、巫子は選びの民の代表者になられて、アダムが失敗した行いの契約を全うされる。神は、父と巫子との間に立てられた、アガナいの契約を土台として、選びの民を救うために、恵みの契約を結ばれる。J.I. パッカー、ON コベナントシオロジー。 ハット h t t p w w w ハーベタイム t v ウェブは CD フラックティンバウムセマナースショー22014アーノルドフラックティンバウム聖書の8つの契約2002年フルクテンバウムセミナーありがとうございます